はい、どうも、ポニャーです。今日はですね、この、ゼレか、ゼルレか、ちょっと読み方わかんないんですけど、すごくね、良さげなホラーゲーを見つけたので、バチコリプレイしていくニューゲームですね。満月に照らされてるお城みたいな、感じですね。なんか下に、なんか、もやしみたいな。キクラゲみたいなの生えてますね。空中にそびえ立つお城って感じですか？あ、バッドドリーム。悪い夢。なんか、うわ、すでに目が怖い。黒目しかない目って怖いですよね、こういう。歩いてる。なんか、地獄みたいな場所なんですかね、ここはね。すごい。なんか、あ、なんだこのキモい鳥。もっと目がキモいやつ来た。うわぁ、追いかけられてる。頑張れ、頑張れ。頑張れ。すごい目が、なんか怖い。あ、なんか人座ってた今。怖い。うわぁ、行き止めになっちゃった。あぁ、捕まる。あぁ、捕まっちゃった。あぁ、目がキモい。あぁ、なんだこれ。ブル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 。ブルブル。シェイク、うん。あ、これ目閉じてただけか。え？何？あ、主人公ってことですかね、今のがね。モノクロになった。クリックで、物を調べることができる。はい。わかりました。じゃあ、とりあえず、丸をついてるところから、調べていく。机の上のメモにはこう書かれている。部屋から出ることを禁ずる。あ、これだけ？閉じ込められてるんですかね。女神の教えについて書かれている本が並べられている。愛とは何か、慈悲とは何か、少し小難しい内容の本ばかりだ。わからないところはあの仮面の人が熱心に教えてくれる。宗教とかなんですかね。正直なところあまり興味ない。宗教なん、うおー、びっくりしたー。プレゼンテッドバイフミング、どういうこと？あ、これ仮面の人か、さっき書いてあった。てんてんてん。この部屋に閉じ込められてもう1週間が経つのだろうか。この写真はこの城に来た時に撮ったもの。引っ越してきたってことですか？すげえ豪邸やな。写真に写ってる仮面の人は一体何者なんだろう。彼が何を考えてるのかは全くわかんないけど、ま、仮面の人のことわかってないってことは、僕のことはまるで自分の子供のように可愛がってくれる。ってことは、ま、親ではないってことですよね。監禁された知らない人に。しかし部屋から出させてくれない。そういう感じ。引っ越しやっちゃう。おー。あ、オープニングってことですか、これ。ミュージックバイ、XI オンさん。なんかすごいオシャレな入りですね。あ、オープニングで見た、あの、もやしの城ですね。月夜の城らしいです。このあたりでは結構名の知れた城だ。ただ悪霊が出るだとか、不気味な噂があって誰も近づこうとしない。そもそもさ、これ、誰も近づけないでしょ、これ。どっかから入れんの、これ。これ見た感じ入り口っぽいけど、なんかはしごとかもなんもないしさ、そもそも近づけないでしょ。僕はここで一生終えるのだろうか。はい、はい、入り口がないよね。向こうから鍵がかけられている。月が綺麗に輝いている。今夜は満月だ。窓の鍵は開いているが、下を見ると足がすくむ。あ、やっぱ高いところに建てられてるんだ。パッケージデザインバイ YHO さん。すげえおしゃれなオープニングの入りですね。鍵の開くような音がした気がする。あ、え？なにこれ？ガチャピンとヨッシーの息子みたいな。鍵が開いている！てんてんてん。部屋から出ますか？はい！出ます！うわー、なんか、怖いなー。あ！うわー、ちょっとこの奥が見えない感じ怖い。うわー。これどうやって進むの？なんかキーボードを使うって書いてあったんですけど、進めないな。天気とか？違うか。クリックかな？あ、進めた！クリックみたいですね。うわぁ、この一歩ずつ進んでいく感じ、なんか昔のゲームがあったよね、こういうの。BGM がめっちゃいい。ドアには鍵がかけられている。BGM がめっちゃいい、良くて、なんか、ボーカル付きとかでカラオケに出してほしいわ。この雰囲気良くないですか？なんかさ、ちょっと昔のゲーム感ある。あ、またさっきの
ガチャピンいる。笑ってるで。何笑ってんねん。なんかめっちゃ笑ってますね。金色の鍵を手に入れた。あ、これさっきの鍵のついてた部屋に使えそう。うわー、びっくりした。あ、ビビった。なんかハゲたおっさんみたいなやつがいましたね。ホラゲーなのを忘れてしまう。鍵を使ってドアを開けた。ここに使えそうですね、やっぱ。もうこの鍵は必要がなさそうだ。なるほど。わ、ちょっと怖いな。あ、ザ・ゴッドです、女神。ゴッドですってどういうこと？神様ですって感じ？何これ？これ何？天使の像が置いてある。触るとスベスベしたいって気持ち、そんな場合しちゃうやろ。てんてんてん。スベスベ、え？どういうこと？スベスベして気持ちいいですか？一人二役で話してんの？私、肌には自信があるんです。お！誰か出てきた。てんてんてん。女神ちゃん！はじめまして、私、女神ちゃんと言います。あー、この像がってことですか。あなたにお会いするために現世に舞い降りてきましたよ。その様子だと、これから後ろ抜け出すために、この先に住もうとしているところでしょうか。あなたのママも帰りを待ち続けていることでしょうし。ただこのお城には多くの悪魔たちが住み着いているので。うわー、怖いな、悪魔たちか。何も持たずに行くのは危険ですね。そんなあなたのためにこれをご用意しました。ロザリオを手に入れた。使い方は簡単です。まず悪魔に襲われた時、このようにロザリオが画面に出てきます。はいはい、これ戦闘ですね。なんか戦闘があるって書いてありました。色は全部で3色ありますね。かわいい。まあ、可愛くはないですけどね。別に。可愛くはないですけどね。悪魔の犬に対応したロザリオをクリックすれば、そいつをぶちこ、正しくさせることができます。本性表したね。本性表したの、こいつ。色を判断するときは、相手の目をよく見てくださいね。相手の目の色が分かったら、同じ色のロザリオをクリック。制限時間があるので、慎重かつ迅速にロザリオを選びましょう。実にシンプルですね。説明は以上です。この説明でわかります？わかりました。わかってもらえたようですね。嬉しいです。マジ下に使えばすぐ慣れるので心配ありませんよ。まあ、そんな戦闘は難しくないっていう風に書いてありましたね。女神ちゃん、あと、あ、そうでした。お城の地図を渡しなければいけませんね。ではどうぞ。城の地図を手に入れた。おー、この人は味方なんですかね。地図は下にあるアイコンをクリックすればいつでも開けます。あれ？開けないの。あ、まだダメなのか。城の構造はこれで大体わかるので、迷った時に使ってみてください。早くお家に帰れるといいですね。私にできることはこれくらいしかないのですが、うまくいくよう願っています。ありがとうございます。え？なんか目が怖い。ギョロってしてる、いきなり。すごいなんか見下されてんだけど。女！俺を見下すな、女。ロザリオをここで手に入れることができてよかったですね。なんという幸運でしょう。え、なんで？早速。え、嘘。悪魔があなた、え、怖いんだけど。え、僕なんかはみ出てるし。怖い、何これ。え、うおー、びっくりした。うわ、あ、これ赤ってことか。目の色が、あ、合ってたみたいですね。ちょっとマジでびっくりした今。え、なんか思ったよりコミカルな死に方してったな。何このパチンコのラッシュが終わった後の結果画面みたいな。え、なんか手が生えてきた。うわー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 、怖い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 。何？こいつ敵なん、もしかして。素晴らしい。素晴らしいですわ。え、顔が怖いんだけど。ロザリオの力を完璧に引き出していましたよ。いきなり大将の真似をしてすみません。ただあなたに適性があるかどうか知りたかったのです。でもご心配には及びませんでしたね。この時の顔の女神ちゃん可愛い。うわ、この時怖い、ちょっと。この先あなたがどれだけ成長するのか今から楽しみで仕方がありません。はあ、興奮しますわ。え？顔怖いんだけどなんか。では、またお会いできる時を楽しみにお待ちしております。え？なんか動いてる。うわ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 。え？怖い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 。こいつ味方なん？これ。俺がさっき女見下すなとか言ったから怒ってんのかな。あ、進めるようになってる。
ああ、また同じ景色ですね。これ怖いな、この。うわあ、ほら、もうなんかおるもん、こいつ絶対動くやん、これ。あ、動かない。あ、これ後ろから襲ってくるパターンが。ほら、なんかこっち振り向いてる感じするもん。これ来るぞ、絶対いつか。うわっ！もう足音聞こえたし。これ絶対来るやん、こんなん。え、怖いってマジで、いきなりやめろよ。ほらなんかトントン、うわ、ほら、もう笑い声聞こえるって。もうやだ、こういういきなり系のホラゲ。すぐ後ろに何かが、あ、ごめんなさい、これ女神ちゃんの声だから。すぐ後ろに何かがいる。え？振り向きたくないんだけど、こんな。選択肢1個しかないって、これ選択肢やる必要あんのか？うわぁ、ほら、いるじゃん、さっきの。うわぁ、もうな、何？あ、これ、青ってこと？肌の色と同化しててちょっと見えないんだよね。それはちょっとずるいわ。うわぁ！死に方がグロい。脳みそが見える。このラッシュ画面みたいなね、やつ。あ！ちょっと、ちらっと、撮影時間見たら結構過ぎてたんで、あんま長い動画撮りたくないんで、今回はね、この辺にしたいと思います。とりあえずね、どういうゲームかっていうのを分かったと思います。はい。で、雰囲気めちゃくちゃいいんで、すごい楽しみだなって思ってるんで、はい。また、やりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。